皆さん、こんにちは。2024年向けエルゼミの案内をいたします。私は昨年に引き続き、名古屋駅前本校で講師を担当いたします、弁理士の加藤です。私は令和3年度の弁理試験に最終合格しましたが、論文試験は3回受験しました。論文試験の壁を越えるために経験した苦労を踏まえて、今後、論文試験の突破を目指す受験生の皆さんにお伝えできることがあると思っています。また、エルゼミを受講していただいた結果として、例えば主要な論点や苦手な論点について書き方のパターン化ができている、あるいは答案作成までの時間配分がある程度コントロールできるようになっているなど、答案を安定して作成できる状態になっていただけるように丁寧にサポートしていきたいと考えています。さて、エルゼミの内容ですが、ゼミは全27回にて構成されています。ゼミは10月下旬から約半年間にわたって各週日曜日に実施していきます。初回の特別講義と2回実施を予定しているオリジナル講義を除く通常回のゼミの基本的な流れとしては、即日、小、小表のいずれかの問題を解いていただいた後に、解いていただいた問題の解説講義を行っていきます。そして解説後の残り時間では、解説した問題の論点に関する類問を解いていただくことを予定しています。問題で例えば審査基準や判例の内容に関する論点が取り上げられた場合では、ゼミの中でその審査基準や判例の内容について詳細に説明をします。具体的な事例問題を通して審査基準や判例の内容を学んでも、それは審査基準や判例の内容の一側面を理解したに過ぎない場合があり、同じ論点で違う問われ方がされた場合にうまく対応できない可能性があります。そのため、事例問題とは切り離した大元の情報を用いて説明を行うことで、ゼミ生の方の理解を深めるようにしていきたいと思います。ゼミの中では、前の回に作成していただいた答案について、添削したものを返却して、添削する中で気づいたことについて総評を行います。答案の添削においては、必要な項目を書けているか否かを客観的にチェックするだけでなく、例えば根拠条文がしっかり書けているか、措置に対する効果が書かれているか、など説得力のある答案であるか否かについてもチェックをしていきます。これらのチェックした内容については、答案にコメントをつける形でゼミ生には伝えていきます。エルゼミで取り扱う問題は、近年の論文試験の傾向を取り入れた内容となっていますし、エルゼミで出題された論点と一致、または類似する論点が毎年本試験の問題で出題されているという実績があります。そのため、エルゼミの主要教材を消化不良にせずに、しっかりと学習をしていけば、本試験で出題が想定される問題に対応できるようになると考えています。論文試験に合格するための、いわゆる合格答案を作成するためには、題意を把握して適切な回答をする必要があります。限られた試験時間の中で問われていることをしっかりと把握することは難しい作業であり、この作業でのミスを減らすことが論文試験を突破する上で非常に重要になります。本試験の場で大把握をできるようにするための準備としては、いろいろな問題を解いて場数を踏んでおくことが有効になると思います。また、制限時間内で問題を解き切るという経験を多く積むことで、試験時の時間配分を身につけておくことは、試験対策として必要な要素になると考えています。この点、エルゼミは本番を想定した実践力を養う良い機会になるはずです。また、ゼミ形式のエルゼミでは、受講生の方との相互のやり取りを大切にしていきます。昨年のエルゼミでは、受講生から個別にいただいた質問をゼミの中で共有することを行いました。自分では気づかなかった疑問点とその答えが知り得る環境にあることは、ゼミに参加する利点の一つであると思います。弁理試験の受験生は、仕事や家庭と勉強の両立を図る点、つまり勉強時間を確保することが難しい方が多くいらっしゃると思います。そのため、個別のご相談以外に壁打ち相手としても私をうまく利用していただければと思います。Lゼミに参加することで効率よく試験対策を進めていただくことは私にとってもとても嬉しいことです。さて、今年はLゼミの開催前のプレ編の位置づけとして論文リフレクションゼミを用意しました。このゼミでは答案の全文書きを行う前の大把握と答案構成の仕方を学ぶことを目的の一つとしています。本ゼミに参加していただくことで、Lゼミの学習効果をより高められるようになっていますし、全文書きの前段階で行う答案構成までの作業に特化したゼミになっていますので、この部分に不安があるという方は、ぜひ受講をご検討ください。最後になりますが、弁理士試験を合格を目指す皆様とお会いできることを楽しみにしています。最後までご視聴いただきありがとうございました。